その外気と勝負させろ。君の兄の形見ガルダイーグルが二度とファイトできなくなるかもしれないぞ。いいだろう、外気の最初の対戦相手は君だ。今こそお前に秘められた真の力を見せてやれ。そうか、分かったぞ。あの外気の秘密が分かったのか。あの外気のシャーシにはバッテリーボックスをセンターからフロントへスライドできる機能が備わってるんだ。それによって重量バランスが変わり、ダッシュ機能が数倍にパワーアップされたんだ。外気の高速ダッシュを止めた。親は留守です。セールスお断り。集金は後にして。俺だよ。ジロー、長崎に。ああ、肩の手術でさ。肩の手術？そんなに悪いのか。ああ、肩の骨と筋肉をつなぎ直さないといけないらしい。ここが幻の世界チャンピオンの部屋か。兄貴の部屋は向こう。ああ、けどなんで長崎まで行って手術するのさ。スポーツ医学で有名な整形外科医が長崎の病院にいるんだ。その先生に俺の肩を手術してもらおうと思ってな。リリカさんの紹介なんだ。この机で勉強したんだな、お前の兄貴。リリカさんの紹介って。何でも親父さんの知り合いらしい。予約でいっぱいのところを無理に頼んで割り込ませてもらったんだ。次郎の母さんも大変だな。付き添うんだろう。俺んちの両親は今海外に行ってる。付き添ってくれるのはリリカさんだ。何？それを言いたくて来たのか？いや、そうじゃない。手術が無事に終わったら俺は一から出直そうと思ってる。それを言いたくて来た。出直すって、あの滝ってやつともう一度ファイトするってことか？ああ、あんな負け方をしたんだ。このまま終わるわけにはいかない。勝つのは俺だ、ハニケーンクラッシャー。
球威が戻ってやがる。スピントリックスクリュまだ感知させてなかったのかよ。え？肩、直してこいよな。え？その時が本当の勝負だ。ああ、望むところだ。もう一度ベストの状態で滝とファイトしなくちゃ、あいつにも悪いからな。お前ももう一度やるだろ？おい、こうや。お前まだガルダイーグルを修理してないのか。うん。早く京介のところに持って行って直してもらえよ。分かってるよ。あ、これがクラッシュギアのチャンピオンバッジか。でもなんで二つあるんだ。お前の兄貴はアジアのチャンピオンだろ。こっちのはヨーロッパチャンピオンのバッジじゃないか。どうしたんだこれ。それは多分ハインリヒガンクのバッジだと思う。ハインリヒガンクってあの、兄貴が世界チャンピオンの座をかけてファイトするはずだった相手だ。どうしてます？こうや、かなりショックのようよ。全敗ですってね。この世の不幸を一身に背負ったみたいよ。マネージャーなんでしょ。チームのために何とかしなくっちゃね。そうなの。そう思って今考えているとこなんだけど。あー、だめ。今はケーキの味もよくわからない。あら、どうしたの？いや、別に。リリカさん、ジローを連れて長崎に行くんだって。ええ、留守番お願いね。ジロー君も一緒なの？うん、クラブの前で別れた。そう。あの、リリカさん、ハインリヒガンクって知ってるよね？ハインリヒって4年前ユーヤ君と世界一の座をかけて戦うことになっていたヨーロッパチャンピオンでしょ？うん。今その人どうしてるかな。確かユーヤ君との試合が中止になった後は一度もクラッシュギアの大会には出場していないはずよ。引退したという噂もあるわ。その人がどうかしたの？兄貴が亡くなって何ヶ月か経った時、一人で墓参りに行ったことがあるんだ。その時すれ違った人がいたんだ。その後兄貴の墓へ行ってみたら、このバッジが備えられてあったんだ。間違いないわ。その人がきっとハインリヒガンクよ。やっぱりそうか。そうだったの。ハインリヒがユーヤ君の墓参りに。なんだかわかるような気がするわ。
わかるって、何が？ライバルを失ったハインリッヒの悲しみが。彼はきっとユウヤ君の死をなかなか信じられなかったんじゃないかしら。4年前の世界戦の中止は2人の天才ファイターを同時に失ったと言われたぐらいなの。ハインリッヒもそれぐらいすごい天才ファイターだったのよ。そんなにすごいファイターだったのか。ええ、ユウヤ君の死が信じられなかったのね。だからユウヤ君のお葬式にも姿を見せなかった。そして長い時間をかけて悲しみ、心の整理をしてユウヤ君のお墓をお参りしたのよ。自分もクラッシュギアの世界を引退するつもりで。引退？それでなければ栄光のバッジを置いていくわけないでしょ。ハインリッヒはようやくユウヤ君の死を認め、その死を悼み栄光のバッジを備えたんだわ。そうか、そういうことだったのか。夕方も飛行機なんだ。ええ、じゃあね、行ってらっしゃい。ギアファイトを続けるのもやめるのも荒野君の自由よ。どうするかは自分で決めなさい。おかしい、ガルダイーグルの能力はこんなものじゃない。モーター、シャーシ、ギア比、ノーマル、スピン、ダッシュ、あのクラッシュギアに秘められた能力はこんな数値じゃないはずだ。何かがあのガルダイーグルに隠れている。ポテンシャルが高いことは分かっている。正体をさらけ出せガルダイーグル。お前の全てのデータを取り込ませろ。ダメだ、こんな容量の小さいコンピューターではこいつのベールを剥ぐことはできない。こんなことじゃあいつに。ジン・キョウスケ、今度のクマは踊っているな。だが、何？サーシの真後ろはセンサーはついていない。奴は一瞬でセンサーの死角を振り切れない。見て、あれを。え？はあ、リノスパンさんのバッテリーがどうしてあんなに少なくなるんだ。あ、ティノツパさんが。奇跡は揃ったようだ。まさか飛び散った駒の動きまで。そのまさかよ、ジン・キョウスケ。二度と私の前に姿を現わせない。最も惨めな負け方を味わわせて。もっと強いギアさえあれば、あいつなどに、あいつなどには。その望みを叶えたくないか。万が一、誰が入っていいと言った。君に挨拶したのだが、ガルダイーグルの解析に夢中で聞こえなかったようだ。何のようだ、笑い者にしたくて来たのか。いや、反対だ。君のような優れた才能を放っておく手はないと思い、誘いに来たのだ。北海道にあるうちの研究所で新しいギアを作る気はないかと思ってね。俺に飛びたクラブを裏切れというのか。
そういう次元の低い話ではない。クラッシュギアの研究所としては世界一の設備が整っている。確かにな、万願寺の研究所の噂は聞いている。その設備を使えば思い通りのギアが作れるだろうな。世界の著名なギアマスターの何人かがそこでギアの製作をしている。世界のギアマスターも？どうかな。製作に必要なものは資材でも資金でも君の思うがままだ。北海道行きの航空券だ。必要なかったら捨ててくれたまえ。ガルダイーグルを超えるギアを作り出すことも夢ではないはずだ。なあクロード、お主は何を求めて剣道をやっている？抗議だとか卑怯だとか言ってないで素直に認めたらどうだ。負けるのが怖いから逃げますって。クロード君、あなた今まで一度も本当に負けたことがないでしょ。僕は本当に負けるのが怖いだけの臆病者なのか、負ける痛みを知らないだけなのか。やっぱりな。だからお前は負けることの本当の怖さも、だからこそ得られる勝利の喜びも知らない。勝利の喜び？お前は甘いのさ。勝つにしても負けるにしても。いや違う、ジローの場合は負けは負けでも誇れる負け方だと僕は思う。俺は球一本でここまで生き延びてきたんだ。俺にとって負けるということはその日の食事にありつけないことを意味していた。死ぬか生きるかだったんだよ。そうやって全てを勝つことで手に入れてきた俺に、お前のような戦いにプライドしかかけられないアマちゃんが勝てるわけないんだよ。え、そうか、行け、シューティングミラージュ、スピニングトルネード。笑わねえよ。俺は負ける痛みをお前よりよく知ってる。だから説教なんかできないし笑えもしない。リーカさんがクラッシュギアを続けるのもやめるのも俺たちの自由だって。そうか、これからだって俺は一人さ。